前景や地と停留場は、北海道函館市ヶ谷地頭町35番地先、25番地先にある函館市企業局交通部、宝来、谷地頭線の停留場である。駅番号は Y26。映画、犬と私の銃の約束でロケ地となる。宝来、谷地頭線の終着。函館市最南端、かつ、北海道最南端の停留場でもある。 なお、谷寺島停留場から見て、交差点左向こう側角に、公衆トイレがある。1999年1月2日午後3時ごろ、青谷議長停留場から東駅へ向かっていた8000、K80005 号が下り坂でスリップを起こし、止まりきれずに、レール状の車輪止めを乗り越え、さらに、ゴムクッション付き金属製車体止めをなぎ倒し、待合室に衝突、全壊させた。 待合室には5人がいて、打撲などを負った。乗客30人には怪我人はなかった。運転士によると手順通りに、下り坂約300メートルのうち残り100メートル手前からブレーキをかけたが、スリップして止まりきれなかった。事故後、車両のブレーキ系統は異常が見られず、自力走行ができた。この日は朝からスリップしやすく砂を撒くなどしていた。 当駅に入るには右へのカーブがあり減速する必要があるがもしも減速ができなければカーブも曲がりきれない危険性がある。また、平洋軌道で一般車両がレールにド泥を運んだり海に近いことから潮風による塩分がつくとスリップしやすい。事故当時の停留場における車輪止め、車体止めの設備も十分とは言えず待合室の位置など 停留場施設の見直しが必要とされた。なお、企業局交通部では、運行前や運行途中に、道路の状況を確認して融雪剤や砂を撒くように、している。運転士にも連絡を取るようにもして、全車には砂を乗せて運転士も必要に応じて随時、巻くようにし、安全に運行できるように努力している。また、現在は、坂の途中にある、 カーブ手前に一時停止を促す標識が設置されており、全車その地点で一時停止を行った上で、停留場に向かう運行となっている。参考までに、軌道建設規定第16条では、本線の坂は40パーミルより急にしてはならない。ただ例外規定があり、特別な区間は67パーミルまで許されている。北海道駅乗降客数。 2021年3月11日閲覧。札幌市交通局、函館市企業局、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線公営鉄道、私鉄朝日新聞出版、P17、谷自動電停付近の一水。函館市編纂室だより、第8号。函館市。2013年4月23日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2015年9月4日閲覧。函館要塞を訪ねて、p 1 7ハ a ト a b c 鉄道ジャーナル第33巻第4号、鉄道ジャーナル社、1999年4月、99ページ。八地玉折り返し線線路改良工事に伴う、市電の運休についてより、2017年11月30日閲覧。 函館新聞1999年1月3日、4日、北海道新聞1999年1月3日、機動建設規定第16条、e 株法令検索、総務省行政管理局、2020年1月27日閲覧、令和元年国土交通省令第20号、2019年7月1日、施行文。ありがとうございます。